他の村の者に教えてはならない真実の話。とこ聞いていいのかな。でも鬼様に会ったから教えてくれるってことか。決して口外してはいけないよ。うん、わかった。はるか昔、北上の里に異国の地より男と鬼が迷い込んできた。村の人々は自分たちとは違う彼らの姿を恐れ、男と鬼を自分たちの村に近づけさせないようにしたそうだ。男と鬼は村人たちに歓迎されず悲しんだが、お互いがいれば幸せだったので、裏山の洞窟でつつましく暮らし始めた。ただ一人、彼らを不憫に思った村のお面職人は、男と鬼のためいくつもお面を作ってあげた。男が異国より持ち込んだ宝石をあしらった光り輝く見事なお面。お面をかぶれば素顔を隠し、村人と仲良くできる。男と鬼はお面職人の優しさに大層喜び感謝したそうだ。それからお面をかぶった男と鬼は村の祭りにこっそり来るようになった。不思議な二人組のお面の見事さはたちまち評判になり、その噂はあっという間に遠くの国々まで知れ渡った。世にも珍しい輝くお面の噂を聞きつけたのであろうか。数匹の欲深いポケモンが北上の里にやってきた。ポケモンにも欲深いとかあるんだね。ポケモンたちは男と鬼の住処へと忍び込み、大事にしまわれていたお面を奪い取ろうとした。偶然居合わせた男がなんとか一つだけお面を守りきったが、力及ばず残り三つのお面はポケモンたちに奪われてしまった。数刻後、鬼が洞窟へと戻ると、そこには争った跡と緑のお面だけがあった。鬼は男を探すためだろうか、緑のお面をかぶって村に降りた。そして輝くお面を掲げて喜んでいるポケモンたちをやっつけた。事情を知らない村人たちは何が起こったかわからず、ただただ怒り狂う鬼を見てその姿をとても恐れた。村人たちは3匹のポケモンたちが鬼から村を守ってくれたと考え、親しみを込めて彼らをトモッコと呼び丁寧に埋葬した。傷つき悲しみに暮れた鬼は一人裏山の洞窟へと帰っていった。なんだこの胸クソエピソードは。何それ、オーガポンかわいそう、トモッコ最悪、同じ気持ちですかわいそすぎる、伝わってる話と逆じゃん、出るとこ出てやるわ。こら待ちなさい、公開したらダメって言うとろうに。だって村の者は自分たちの歴史を信じておる、トモッコ様を大事に思ってるのに突然それを嘘呼ばわりされたらムカつく。そうだ、当時わしらのご先祖様、お面職人も必死に真実を訴えたが、相手にされず異端者だと迫害されたそうだ。まあそういうもんかもね、信仰って結構デリケートだから、いよいよ登坂に来るわね。だからご先祖様は子孫をわしらを守るため口をつぐみ、秘密裏に真実を伝えていくことにしたのだ。なるほどね。もしかしてこの話すぐは知ってるの？いや、すぐりにはまだ教えていないが、どうしてだい？いや、あいつの鬼好き異常だし、オーガポンのこと知った風な顔でマウント取ってくるからさ。よくわからんが、あの子は繊細な子だから、何かを察していてもおかしくない。すぐりにもいずれわしから叱るべき時にきちんと話す。今の話はくれぐれも誰にも言ってはいけないよ。はーい。
もっと言えなくなっちゃったそうだね、さっきのお面だが額の宝石部分が少し欠けていたようだ。もしかしたら直せるかもしれん。しばらくわしに預けてもらえんか。階段から落ちた時に欠けちゃったのかな。せっかくだから綺麗にしてオーガポンに返してあげようよ。そうだね、大事なものだろうからね。ゼイユちゃんはめちゃくちゃいい子だな。トコはおじいさんに緑の面を預けた。大切に扱うからね、よろしく。あら、すぐ聞いてたの。もう一回オガポンに会いたいけど、お面治るまでひとまず待ちね。すぐに怪しまれないよう今日はおとなしくオリエンテーリングしとこっか。頼むよ、うちの生徒と仲良くしてね。すぐは村のどっかで暇でも潰してんじゃない。すぐが聞いてました。大丈夫でしょうか。ここに隠れてたけどいなくなってるな。公民館の近くにびっくりマーク出てるけど、どっかにいるかな。あ、お店の前にいるじゃん。すぐ、ごめんね。あ、トコ、さっき姉ちゃんとどんな話してたの。あ、でもなんか知ってるって思うとなんかね、いろいろ。そうなんだ。あ、看板、最後のちょっと遠くって。鬼ヶ山を越えたラクドの荒れ地にあんだ。山から北西に降りる。ダバ行こっか。知らないふりしてくれてる。なんで？嘘つき。あー、ごめん、すぐごめん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 、本当にごめん。マジでかわいそう。マジでかわいそう、ごめん。なんで言わないかってところがわからないとただの嘘になっちゃうもんな。難しいよな、本当に。そしてどこに行けばいいか全くわかんない。あ、ここか。この果樹園の先の道に進んでいくのかな。こっちの方に行けばまあ行けるのかな。道があるんかな。ちょっと難しい。まあいいや、西に向かっていきましょうか。ゼイユちゃん、ちゃんとオリエンテーリングしてね。こっちは適当にやるからあんたも頑張んなさいよ。ゼイユさん、やっとやる気出してくれたみたい。う、嬉しすぎるよかったね。あそこ二人くっついてほしいな。果樹園を抜けてきまして、で、トモコプラザはこっから右に行くけど、宇治ヶ原、こっちに行くのかな。なんか鳥がいっぱい。あ、ポケモントレーナーもいるぞ。こんにちは。藤ヶ原はポケモン強いよ。やっていけるか見てあげる。そうか、どんどんポケモンのレベル上がってくのか。怖いよ、姉さんの要。確かに眉毛が怖いな。糸丸、どうちゃん微妙では。もぐちゃんにしとくか。どうだ、やった、効果抜群。イワンコ、あ、イワンコを入れ替えます。イワンコは岩だったからマリルリちゃんにしましょう。じゃあ手加減なしでバブル光線する。レベル 15? 相手のレベル15だ。こっちのレベル上がりすぎたな。やった、勝ちました。これなら満点ね。ありがとうございます。怖いお姉さんにお墨付きもらいましたんで向かっていきますよ。この洋服も汚れたりするのかな。今のところは大丈夫そう。道が途切れてるな。あ、ラクドの荒れ地、こっちで合ってるね。知らないポケモンがいますね。捕まえながら行かなきゃ。トレーナーに戦いを挑んでいく。祭り少年のヨシアキ。タネボウ。
ラルトスちゃんを育てようかなと思ってさ、先頭に置いてる。念力していきますか。わあ、強い。待って、強いよ。ラルトス死んじゃう。やっぱり効果は抜群の技とか持ってない限りは難しいかも。レベルまだ低いからな。モグちゃんともなれば火の粉で一発ですよ。よし、レベルを上げたいのでラルトスちゃんを一旦先頭に出します。そしてすぐに引っ込めよう。多分ハスボーって、あの子も多分だけど草だよね。水とかもあったらどうしようかな。まあでもモグちゃん死にはしないでしょう。一回戦いに出してから引っ込めたら多分経験値多くもらえるはず。それかあれか、経験値、あ、やばいやばい、バブル光線してる。いやー、びっくりした。効果は抜群だけど強いな、モグちゃん。ってことはあれかな、水焼き尽くす。あ、でも効果ありだから普通には食らうのか。それでも強いな。やめてください。あれ水タイプなのかな、あれ持ってないや、ハスボーって。一応倒した。ウソッキーなんだっけ、ウソッキー、岩だったっけ。一旦ラルトスちゃん出しましょうね。なんか岩とか地面だった気がするな。ウソハチは草と見せかけて草じゃないんだよね。マリルリちゃんに変えますか。岩でも地面でもマリルリだったら強いはず。岩落とし、やっぱそうですね。バブル光線やろう。やったー、強モノマネ。バブル光線覚えた？やめて。まあでもバブル光線やられても問題ないです。勝ったー。僕の気持ち伝わったか？とりあえず勝ったけど、ちょっとさ、ここピクニックできるかな。あ、できたできた。よし、みんなの HP 回復した。ピクニックするとさ、可愛いし体力も回復できるからすぐやりたくなる。やったー、捕まえた。ポチエナが進化したやつ、こっちも捕まえた。あ、ラルトス、今経験飴 S っていうの使ったらなんか進化しようとしてるぞ。このままじゃとひ弱すぎるから。あー、かわいい、めっちゃかわいい。キルリア進化させたいなと思ってレベル上げてたんだけどさ、早速進化しました。かわいいかわいい。なんか広いとこに出たぞ、地図。このままこっちに進んでいけばいいんだよね。眠らせることに成功した。へえ、向こうからも眠らされた。なんだこれ。なんだこれは。いけるか？眠ってるし。やった！かわいい。目がかわいいな。この草むらの中をザクザク歩いていく感じめちゃめちゃいいな。お、ポケモントレーナーがいるぞ。苦しみを捨て去り楽しく過ごしませんか？ちょっとスピってるな。でも怖いお姉さんでしょ？スピってる怖いお姉さん。グラエナ、あ、悪タイプ。キルリアちゃんはね、 HP 少ないからあんまり無理させるとすぐ死んじゃうんですよ。あ、フェアリーが強いんだ。悪にはフェアリーが強いのか。じゃあマリルリちゃんを出しましょう。めっちゃ HP あるな。あ、吠えたから引っ込まされたわ。
ちゃん先頭に引きずり出された。せっかくじゃれつこうと思ったのに。あ、でも突っ張りが効果は抜群か。ちょっと一旦麻痺させてから突っ張りしようかな。よしよし、突っ張っていきましょうか。あ、いいねいいね。何回攻撃する？あ、いいじゃんいいじゃん。2回か。あ、また吠えた。違う子に交代でしょう。誰だろう出てくるの。ルカリオじゃん言うこと聞かないのよ、うちの子は。どうしようかな。波動弾やってくれるかな。多分そっぽ向く。お、やっぱりね、知らんぷりしたよ。あ、ルカリオちゃんが言うことを聞かない間にまた吠えられたわ。どん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 ポケモンが交代していく。あー、やばい先頭に引きずり出されちゃった。じゃあこのままちょっと戦おうか。ちょっと心配だけど、エスパー効果なしだもんね。っていうことは向こうから悪の攻撃されたら終わる可能性あるけどでもドレインキス決まるか。あ、やったやった、強い。よくやりました。グライガー、グライガーってなんだ、知らないかも。グライガー、グライガー、え、んー、なんだろう、グライガー。名前でわかんないパターン来た。ドーちゃん出しとくか。体力めちゃめちゃあるからね、多少選択ミスっても生き残れるのでは。どんな、どんな感じ。なんだあれ、地面の技ひ効かなさそうだな。毒で攻撃していくか。効果は今一つか。でも多分マッドショットと穴を掘るは効かないもんな、多分ね。叩きつける。当たったけどまあまあかな。倒れた。グライガーってなんだ、何者だ。一応勝ったけどさ、悔しすぎて苦しい。だんだんもらえる賞金めちゃめちゃ高くなってきてる。あ、いた、グライガー。地面と飛行、何それ、そんなことがあっていいのびっくりなんだけど。地面なのに飛行、なんだこのハイチュウみたいなの。あ、イモムシ？めちゃくちゃ四角いけどイモムシなのか？レンジムシ。なんか洞窟みたいなところがある。ここは全然目的地じゃないんだけど。目的地はまだまだ先。ここなんだろう？洞窟があるぞ。おや、アイテムがあってちょっとポケモンがいるくらい。あ、この子欲しい。なんか鋼だった気がする。この子欲しいんだよね。全然効果なしだな。もしかして悪だから。そうだよねそうだよね。どうしようかな。悪ちょっと心配だから変えるか。確かあの子は悪なので、よしよし、水鉄砲いい感じ。これで捕まえられるかな。何にも状態異常にしてないからな。すぐ出てきた。やっぱそうですよね、スーパーボールならいけるかな。うわー、すぐ出てくるか。どうしよう。でもここからね、もうほっぺスリスリとかもしたら死んじゃいそうだから、じゃあちょこちょこ手に入れてるハイパーボール使ってみようかな。貴重すぎるんだけど。うわー、さすがだー、さすがハイパーボール。やった、捕まえた。悪と鋼、これ欲しかったの。
このタイプ今ね全然いなくて、ルカリオちゃんがさ言うこと聞かなさすぎるから連れて歩ける子欲しいなと思って悪とか鋼とかって思ってたんだよ。洞窟探検おしまい。外に出る。なんかモアイ像みたいなのいる。これもポケモンだよね。なんだお前。いけた。あ、これ岩なんだ。へえ。結構な雨だな。ザーザー雨だ。着々と図鑑が埋まっていってる。あー、びっくりした。後ろにいたのか。回復させて。ごっついな。え、ちょっとなんかテラスタルした。やめて。こんな普通だったのにテラスタルすることとかもあるんだ。土鉄骨、しかもレベル高いな。確かあの子格闘だから、格闘だからって言ってまともに戦えるのが誰なのかわからない。とりあえず心配な時はモグちゃんを出しちゃう。岩？あ、やばいやばいやばい。岩、岩か。ちょっと待って、岩ですか。ちょっと待ってね、マリルに変えるか。岩と格闘なのかな。ちょっと岩っぽいもんね。頭とかゴツゴツしてるし。よしよし、効果は今一ついい感じですね。甘えとこう。叩き落とす。あー、びっくりした。怖いよ。ちょっとずつ削って、一応捕まえたいからね。うんうん、いい感じ。あと一発。あ、テラスタル解除されたぞ。あと一発水鉄砲で。あ、でも死んじゃう、もしかして。あー、危な。モンスターボールなんかで捕まう感じじゃなさそうだよね。体大きいしな。いけるの。あー、出てきちゃうよね。そうですよね。じゃあスーパーボール、モンスターボールでちょっと捕まりそうだったもんね。いけるのでは。うわー、出てきた。あとちょっとのとこだったのにだよ、本当に。じゃあハイパーボール使うか。惜しみなくボールを使っていくよ。やったー、筋骨ポケモン。あ、でも格闘だけなんだね。岩の技使ってたけど。めっちゃ見てるな、観客だったな。ポケモンよく見てくるよね、戦ってる時。可愛いんだよな。永久にストーリーが進まないこのままでは。うろうろするのが楽しすぎて。え、なんかカビゴンモドキみたいなのいる。なんだこれ、欲しいけどどこにいるんだ。あ、いた、カビゴンモドキ。いた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 。これさ、見たことあるけど全然知らないんだよね。ゴンベ、頼む。あー、やった、捕まった。やったやった。大食いポケモン、めちゃくちゃカビゴンみたいだけど、名前もゴンが同じだし。カビゴン、ゴンベの後カビゴンになったりするの。え、めちゃめちゃ食べた結果カビゴンになるみたいなことかな。めっちゃ捕まえてる。すごい捕まえてる。ほとんどカットしてるんだけどね、めちゃめちゃ捕まえてるんですよ。そろそろ先に進みたいな。で、この先に行くにはあっちのなだらかな坂を降りてった方がいいのかな。こっちから。あ、標識がある。あっちが道か。ここ降りてくんだ。ここ降りてってこっちだね。あ、見えたよ、看板。またすごい雨が降ってきた。ここがラクドの荒れ地、寂しい場所だよな。確かにね。伝承ではこの辺りで鬼様がよく見かけられたって。看板読む前にちょっと勝負させてくれる？お、いいよ。ダバ回復する。
なんかすぐの強い意志を感じるぞ。ノーズパスが見てますね。今度こそ勝つ。ここですぐが覚醒したりしたらどうしよう。